自分はね、あんまりね、多肉をね、枯らさない方だと思うんやけどね、ちょっとね、悲しい出来事が、こちらのね、ブラックパンダが、ご覧の通りやられてしまいました。結構ね、調子が良かったからね、どん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 水をあげてたんですよ。そしたらね、やっぱちょっと根の張り以上に、水をあげすぎたんかなね、季節がいいかなと思ってね、どんどんやってたらね、大きくね、成長してたもんですからね、やりすぎたらちょっとまあね、根腐れ、群れかな、まあちょっとね、だんだん色合いが悪くなって、こんな風になってしまったよね。やっぱりね、水のね、やりすぎには本当は注意した方がいいと思いますね。時期がいいからしてね、どん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 やっぱね、調子に乗ってやるとね、こんな風に、ね、なってしまいます。それともう一個ね、もう一個やられたよ。もう一個神奈川のフェスで買ったシャルモン、これはね、この上にね、上からこう水をやってたら、こう水がずーっと落ちてね、このね、シャルモンのね、ロゼットに溜まったような感じになったよね。だからもうパッと見たらね、もうロゼットの中心がね、変なね、透明感のあるような色になって、触ったらポロポロです。もう今ね、跡形もない。もうクソ、もうショックなんやけどね。ただね、他のね、こうヤンジンとかね、トランペットピンキー、レッドエボニー、リンゼアナカントリスとかね、これだったっけ、リンゼアナハイブリッドやな、ハイブリッドとかね、コロラータベビーフィンガーとかジャッカル、こちらはね、いい感じなんですよ。棚のね、3列目に置いてるけど、もうね、だいたい根付いたんで、ちょっとね、位置を変えていいかなというふうに思ってます。それとね、カレンダーセット、いつぐらい来たんやったかな、来てからすぐね、土の上に置いてね、こういう感じで、観葉室のね、上段の方にこうやって入れてますね。これ閉めてしまうとこうなりすぎるけど、こうやって風に開けとくとね、少々こういい風がね、この中に今もこう揺れてますけどね、吹いて、だけどまあね、若干こうあったかいこう気温の中にいるかなと思ってここに置いてます。なかなか根が出ないという人も多いからね、これをね、またやってみますかね、発根確認をね、はい、この後これをね、出して発根確認をしてみましょう。はい、それじゃね、またね、例のごとくやってみますかね、やっちゃいけないね、発根確認をやりますか。これね、お迎えしたのがね、11月のね、6日に到着してね、今日のこの撮影日が11月の27日やから17日後やなね。結構ね、発根しないという方がでね、心配している人も多いからね、ちょっと自分の見てみましょうね。まずはね、カシオペアいいっすね、これね。さあ出てるかな、これ根をガリガリしたかな、覚えてないけど、ほら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 出てますね、根っこがね。これは取ろうか、古いけんね。もともとちょっと出てたかな、ほらね、こう出てたかもしれんけど、こういったの明らかに伸びてますよね、これはね。はい、こういうふうにね、無事こう出てますね。これをまた普通にね、せっかく出てるんで、きちっと戻してね、ちょっとね、しなしなになってきてるからね、これでね、ちょっとね、水をね、あげときましょうね、もう出てるから。これね、活力剤を入れたやつなんですけどね、ちょっとこういうふうにね、根が出てたら、ちょっとあげるようにしましょう。ね、カシオペア、まずはね。はい。で、次がね、まあ、これもお気に入りやな。小さいけどね。ゴールドレオンやな。
これね、出てなかったよね、確かね。で、ガリガリした。お。良さそうやね。ああ、出てますね、ほら。ほら。おお、結構出ちょんな。ね。結構出てるでしょ。ほら。ね、こういうふうに出てます。ほらですね。ぐりぐり。ぐりぐり。入れて、これもね。同じように上げときましょうね、こういうふうにね、ぐーっとね、ね、はい。次はね、これはどうかな、ラジオやよな、行ってみますかね。ん？これはまだか、あ、ちょっぴりほら、ちょっぴり、あ、出てる、あ、ちょっぴりしか出てるな。うん、いい感じで出てますね、これね。ちょっとこれでね、枯れ葉は取っときましょうね。これはね、取ってね。はい、こう小さいながらもね、ほら、こんな感じでね、出てますよ。ね、はい、これもね、ちゃんと出てから、こうね、やってあげておく。はい、次はね、これいくかね。アルケインやな。こっちのこれがね、綺麗ですね。あ、ほら、もうこれ抜かず、ほら、もうわかります？もう根が完全についてるね。ほら、土を持ち上げてるから、これはもうね、見る必要性もないね。これはね、見る必要性もないので、これはもう抜かずに置きましょう。ね。土を持ち上げてますからね。だからこういうふうにね、あげましょう。これはもうたっぷりあげてもいいぐらいやな、本当はね。水をですね。はい。おお、いいな、これはね。アルケイン。んで、次が、これいきますかね。ヨーロッパブルーサプライズやな。これはどうでしょう。これも大丈夫だろう。あ、もったいない。あ、これね。あ、ちょっとわからんけど、もうね、あれですね。土をこう、もう、しっかり根がね、もう取るのもちょっとも、あ、これちょっとわかりますよね。小さくほら、白い根が出てる。ね。もう土をこう、こういう、噛んでるというかね、もうも、こう、持ってるからね、もうこれもね、根を落とすことまではやめときましょうね。あ、根で、根じゃない、あの土をね。ね。はい。しっかりね、出てますね。アルケインとこれはいいな。かなりいい感じで出てますね。はい。ほんで、次は、イザベルってやつやな。あ、これ来たときシワシワやったやねんかな。これ相当シワシワやったやつですね。ちょっと開きましたね。これも、わ、これいってるやろな。あ、もったいない。あ、もったいない。あ、ほら。うわ、結構もう土ほら、噛んでる。もうこれもやめときますよ。これも、もったいねえからな。いくらなんでももったいないので、もうね。よし、ね、これしわってるからもう水をちょっとたっぷりあげましょう。うん、どれも出てますよ今んとこね。 100% ですよ、 100% ね。残り4つ、ティッピー、これは出ちゃうやないかな。うん、ティッピーはね、強いけんな。ん？あ、出てねえか、逆に。あ、これちょっと今、あ、これちょっといまいちかな。意外でしたね。一番これが出てるかなと思ったんですけどね。うん、まあけど、ティッピー強いんで、時期出るでしょう、これはね。出てないのが1個あったっていうふうな捉え方でいいかな。これはね。はい、ティッピーね。うん。はい。で、次がね、シノベリーやな。うん、これはどうでしょうかね。あ、
もうダメだ、取んない方がいい。ほらもう完全に ね完全に根付いてるな。これガリガリしたやつやったかな、ちょっと覚えてませんけどね、ガリガリしたんじゃねえかな。どうやったかはね、ちょっとね前のね動画で見ていただけるといいですけどね。はい、自分もちょっと確認しときますけどね。はい、これしっかり根付いてます。でエゲリア、あーなんかもうちょっといい感じになってきてますね。ほらおーなんかいいなこれね。あこれもこれもほら土を持ち上げてるの分かるでしょ。あこれやめとこやめとこ、もったいない。でいい感じになってますよこれね。エゲリアいいな、なんか中心のこの赤さっていうかね、おおこれ良さそうですね。はいはい、こんな感じやな。ほんで最後にでかかったねサラン、これどうかな。あこれもねほらほらね、もう土をねしっかり噛んでるんでこれももう大丈夫でしょう。これもね、はい、うわちょっとこうかなりしわってるな。もう結構水をあげていいですね、しわしわになってるね、しわしわにこういうふうにピューピューね、はい、こういうふうにときましょう。はい、というようなことでですね、お迎えして17日、うん、で、ティッピーだけがねちょっとまあいまいちかなという感じはあったけど、他はね、しっかり根が出てましたね。特に出てたのがどれかな、アルケインとかシノベリがよく出てましたかね。うん、はい、というようなことでね、iPhone ね東側の、観葉室のこう扉を閉めずにね、程よいあったかさと風通しをこう、作る状態で、置いてました。東側なんでねそんなに日差しは強い方じゃないんですけどね、そういったところに置いての、結果でしたね。17日後に、10個中、9個ね9個こう出てたというような結果です。うん、まあね、ティッピーだけあれやけど、まあそのうち出てくるでしょう。はい、というようなことで、ね、いろいろこう根出しというかこう根っこが出ないとかいうね、いろいろこう気になさってる方がいると思うけど、まあそやね15日とか20日もすればね、根が出てくるだろうと思われます。で、もしね根が出てないうんぬんとかいうようなことがあったらね、まあちょっと少しこう環境変えてみるとかね、何らかのね、処置をするといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というのことで、これで今日の動画終わりですかね。はい、チャンネル登録と、よろしくお願いします。それではまた。